ある朝、ムーミンは外を見てびっくりしました。村の広場の真ん中に深い大きい穴がぽっかり開いているではありませんか。ムーミン谷始まって以来の事件です。地震の前触れじゃないかしら。隕石か何か落ちた穴じゃない。そう、いけどる落とし穴だと思うよ。みんな大騒ぎです。何言ってんのよ、これは私が掘ったのよ。犯人はミーでした。穴ぼこほど無駄なものはこの世にないとジャコネズミに言われたミーが怒って夜中に掘ったんですって。その時、穴の底から可愛い妖精がピュッと飛び出してきました。僕、この谷の地面の底に住んでるホルトデル。誰かが穴を掘ってくれると僕地面の上に出られるの。自分の力では出られないの？ムーミンが聞くと、そうなの。だからこの穴ぼこは僕にはとっても嬉しいプレゼントなの。みんなはびっくりしましたが、かわいいホルトデルとすぐに仲良しになりました。お近づきの印に皆さんにプレゼントしなくちゃ。ホルトデルは大喜びでムーミンの家の前に大きな穴を掘りました。それからノンノンにもミーにもスニフにもヘムレンさんやヘムル所長や村の人たちにも穴ぼこのプレゼントをしました。さあ大変、ムーミン谷は穴ぼこだらけになってしまいました。その夜はムーミンパパがホルトデルのために仮装パーティーを開いてくれました。王子様の格好をしたホルトデルはとても嬉しくなって、またまたお礼に穴をたくさん掘りました。パーティーが済んでお客が帰った後、パパやスノークたちが仮装の服を脱ぐとみんな包帯だらけでした。ホルトデルがくれたプレゼントに落っこちて怪我をしたのです。これ以上穴が増えたらどんな危ないことになるか分かりません。かわいそうだけれど、ホルトデルに地面の底へ帰ってもらおうと相談しました。ママは優しくムーミンに言いました。皆さんはね、ホルトデルさんにいい思い出を持って帰ってもらおうと傷が痛いのを我慢してパーティーに来てくださったのよ。分かった、だから仮装パーティーだったんだね。ホルトデルはこの話を聞いてしまいました。皆さん、僕知らなかったの。明日の朝になったら帰ります。その前に穴を埋めなきゃ。涙をいっぱいためてホルトデルは外へ出て行きました。ムーミンはノンノンやミーやスニフを呼び出して相談しました。穴ぼこを穴ぼこでないようにしなきゃ。朝になりました。穴ぼこだらけだったところには池やきれいな家ができて、ムーミン谷は見違えるような景色に変わっていました。村の広場の穴ぼこのそばにはホルトデルを見送りにムーミンやノンノンたちが集まっていました。このままお別れなんて寂しいな。ありがとうスニフ。でもまたムーミンたちが穴を掘ってくれたら僕いつでも遊びに来るよ。ホルトデルは穴の底へ降りようとしました。その時、おーい、パパやスノークたちが走ってきました。ホルトデル君、穴を埋めずに蓋をしておくからいつでも好きな時遊びにおいでよ。パパたちは木の蓋を作ってきたのでした。ありがとう、皆さん元気でね。ホルトデルは嬉しそうに地面の中に消えていきました。無駄じゃと言ったことは無駄じゃった。ジャコネズミは恥ずかしそうに森へ帰っていくのでした。